まあ、ただこのサーブミスがあった中での第2ゲームはハオシュアイ選手が取れたのは大きいですね。そうですね、4本ありましたからね、はい、4本サーブミスをしても第2ゲームを取ることができたので、またここで1対1になってさあどうしようといったところですね。まあ、ハオシュアイ選手も自分のサービスがあんまりこう多分効かないなっていうのは分かっていると思うので、まあ、そしたら松島選手のレシーブをこうさせて、じゃあ3球目こうしようといったところの、まあ、ある程度次を狙っているといった考えになってくるかなと思いますね。はい、ロングサービスから入る、バック対バックのラリー、ハオシュアイのポイントです。松島としてはやはりこのロングサーブからバック対バックのラリーに持っていきたいという狙いは変わりませんか。はいはいね、はい、あまりこう自分でこう再攻するのではなくシンプルな展開に持っていく狙いはあると思うんですよね。ただこう少し焦ってしまうと今のようにこうミスになるともったいないかなと思いますね。サービスエースです。ここで一気に流れを持っていこうというその元中国代表のハオシュアイです。このあたりはもう百戦錬磨、はい、あるいはそれ以上ですから一気に流れを持っていく可能性もあります。それがネットに立ちオーバーです。第3ゲームに入ってハオシュアイ選手ちょっとこう前陣でですね前かがみになってバックをしているので、はい、松島選手からするともうちょっとバック対バック、綺麗なフォアハンドでした。もう少し深いボール入れたいですね。ちょっと浅いですか。浅い、今は良かったと思うんですけど、はい、ちょっとでも浅いとぐんとこうちょっと伸ばされる形になるので少し深めのボールであったり、あとどうでしょう、ちょっとバックミドルとか少しコースを変える形がいいかなと思いますね。サービスエースです。フォア前への巡回転でした。これがおそらく横下に見えるんでしょうけど、そうですね、横上なんでしょうね、はい、と思ったより横上ですね。同じモーションですね、同じモーションですからね。よくついてきましたね今、はい、バックからミドルバックですね。フォームの確認を行います。松島です。もう一度自分を奮い立たせたいところですね。そうですね、点数が離れてしまうともう一気に行く可能性ありますから、はい、ロングサービス飛びつく、一本しのぐ、バックハンドを振る、カーブドライブ横入れ、大きなラリーはまだ飛びつく、松島のポイント、素晴らしいプレーでした。素晴らしいチームメイト、その後ろにはアカデミーの選手たちですかね、はい、この下のトップアスリートの選手ですね、ものすごいプレーでした。まあ、こういったビッグプレーで流れをこう引き寄せたいですね。松島選手は1本取れば7-5で自分のサービスです。
よく粘りました。悔しがったハオシュアイ、今何本か決まっていてもおかしくないですね、はい、おかしくないです、ただやはりこうボールが合ってるので、はい、しっかりこう反応できてますよね。ハオシュアイに攻められても松島はある程度対応ができているということですよね、はい、逆にハオシュアイが前陣でこうちょっといなすような感じになると、はい、松島としてはちょっと苦しいですよね。松島のサービスです。5-7。サービスエースです。負けてませんね。はい、巻き込みサービスでサービスエース。少しナックル系ですかね。はい、力強い表情を見せました。ここでタイムアウトですか。岡山リベッツ。たまらずハオシュアイタイムアウト。首をかしげます。ハオシュアイとしてはもう一気に流れを掴んでから今この点差まで来ましたので、はい、3-7からですからね、流れをぐっとこう引き寄せたんですけれども、やはりこの、 あの長いラリーですね、ビッグプレーからちょっと苦しい展開になっているかなと思います。でその後にこのナックルサービスでレシーブミスをしてしまったので、まあ、ここで流れを止めたいところですね。お互いにですけれども、こう中陣対中陣のラリーもあり、長いラリーもありと、こう本当にこうどこを攻めればいいといったところが今のところ見当たらないの で、 そうですね、はい、ですからおのずとラリーも長くなりますし、はい、ビッグプレーも多くなってますよね、はい、いわゆるボンミス、はい、つまらないミスではないですね。ないですね。タイムアウトが明けました。あと一歩待ちします。サービスなので、先ほど聞いたナックル系のサービスを出すか。バックタイバック、ネットのオーバーです。今試合のガッツポーズ。こういった1本取りたいときにしっかりとハオシュアイ選手は取れるので、うまさが出てますね。サービスから3球目チャンスボールを作って攻めていきました。やはりタイムアウトの後しっかりと取りますね。取ります、取ります、これは不規則なボールになりました。ちょっと前後の距離が合いませんでした、はい、少しゆっくりなボールが功を奏しましたね。はい、ベンチを振り返りました。ハオシュアイ2点差です。長いツッツキを送る。カウンター待っていましたが、ハオシュアイ選手も攻めたいときはちゃんとこうフォアで攻めるところがさすがですね。要所要所はですね、はい、ハオシュアイゲームポイント。松島の高速バック反動、2点差です。フォア前サービスだと思うんですけどね、どうですかね。ここしっかりと回転を見切れるかどうかですね。フォア前です。1点差です、はい、バックで行きましたね、まあ、いけるなら今のようにバックで処理した方がある程度回転の変化の対応はできますよね。ここで長いサービスもあるかもと
そうでしたね。テンナイン、ハオシュライゲームポイント、ハーフロングです。追いつきました、デンオールです。強い気持ち出てますね。8-10 から2本連続チキータでポイントです。ハオシュライ選手のサービスからですかね。はい、デュースはありません。ちょっと早間音使わないですね、サービスで、うん、任せますね。順回転ミドルへ回り込む、最後はフォアハンド。ハオシュライの険しい表情、ガッツポーズ。11点で取りました。ゲームカウント2対1です。最後テンオール追いついたんですけどね、まあ、松島選手、そしてサービス、やはりセット1本取りたいときにハオシュライ選手がこうフォアで回り込んでくるボールが、やはりこうバックでのボールとフォアのボールが違うので、そこでちょっとミスを誘っている形にはなっているかなと思いますね。ここでやっぱちょっとシュートしてますね、はい、シュートしますね。